ゲストのコーナー、はい、本日はですね、タイガーリーさんに来ていただいております。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。放課後かと思いきや妄想発明家のタイガーリーと申します。よろしくお願いします。前回ね、来ていただいたのがいつぐらいですかね。どれぐらいでしたっけ。半年ぐらい前ですかね、多分。今年になってたのは確かだと思うんですがね、でその時にはなんか犬っていうところに私はすごくこだわった記憶があるんですよ、タイガーさんの生年月日から見たらば、はい、犬の月とか日とか時間がすごくいいよみたいなことを確か言って、12日起きじゃなくて、そうで12日だから12日起きだし、夜の7時から9時の間にすごいいいことが起こる、すごいいいことが起こるってか、そこに何かこうやるといいよということで、ね、ずっと追ってったんですよ、はいはいはい、でもあれ月またぐとちょっとなんか混乱するじゃないですか。あれこれ12日ってこうやってやっていくと いつかってなってくるから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 からだっけってなっちゃう。いや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 、だからこっから 1,2,3 なのか、ここからまた 1,2 なのかが分かんなくなっちゃって、で途中で怖くなっちゃって、だからいい時期じゃない可能性もあるじゃん。はい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 、なるほどね。もしずれてれば、ずれてれば、かえってじゃあ服を招くところがなんか心配の種を増やしてしまったのかもね。ちょっとね、そういう癖があるからすぐ心配しちゃうから、まあ、でもまあでもね、途中までやってましたけどね。はい、スタッフもう一回聞かせてください。わかりました、ありがとうございます。で今日は、今日はね、俺最近ちょっと思っ、なんかこればっか思ってるっていうのがあって、よく占いちょっと関係ないかもしれないんですけど、人脈って大事って言うでしょ。はいはいはい、人脈がいっぱいある人がなんかこう、はいはい、世の中を、もう人脈じゃないんじゃないかっていうことにちょっと気づき始めて、俺の論ですけど、はい、動脈ね、動脈、動物脈、動物と脈のある人が今後は世の中を制していくんじゃないかってちょっと真剣に考えてる。なんでか、なんでかっていうと、例えばマトリックスって20年前ぐらいの映画、ええ、で20年前の映画のことはもう現代で起きてるって言われてる。バック・トゥ・ザ・フューチャーとかもそういう古い映画のことは、まあ、AI だったりとか、宇宙のことっていうのはもう20年前にはもう実は描かれてる、はいはい、20年前に描かれてることがもう現代で起き始めてる、っていうのはもうみんな知ってるんだけど、そっち側じゃなくて、じゃあ20年前とか他の昔の時に映画でもう一個見失ってないですかって、例えばここで出てくるのが、例えばナルニア物語とかって、動物と脈のある主人公が世界を制していってるでしょ。ライオンと喋ってんだもんだって、ってことは、そっちみんな見てないのよ、宇宙とか AI の方ばっかり、コンピューターというかね、そういうテクノロジー、そっちの世界が全部なくなるっていうのはちょっと考えつくじゃない、このまま行ったら、はい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 、そしたら多分地球上もし残ってたとしたら、地球がね、地球がもし残ってたとしたら、もう動物の王国、その時に動物と脈がないと人は生きていけないし、動物と脈があるものは今度は制していくでしょう、っていうのを考えて、俺今ライオンになろうとしてるんですよ。これ真面目な話ですからね。本当にそうなんですよ。ライオンになろうで、ライオンのことを考え始めたらいろいろ分かってきて、ライオンになろうとしたらライオンのこと考えるでしょ、ライオンにもいろんな性格がいるんじゃないかなって当たり前だけど気づき始めたわけ、だってライオンだってなんかなんとなくガオーってやってる怖いイメージしかないけど、多分ライオンだって暗いライオンだっているし、常に明るいライオンだっているし、貧乏なライオンだっているし、お金持ちのライオンもいるでしょきっと。まあ、ね、俺はどのライオンと仲良くなろうとしてるんだろうってことにちょっと気づき始めたりとか、まあいろいろ考えると、はい、ライオンになって例えば街を歩いた時があったんですよ、俺がね、ライオンになって街を歩いた。街を歩いた。そういう時に俺は何を考えるかっていうと、こいつより強い、こいつより弱いしか考えない。俺がライオンだと思って歩くと。はいはい、だ人間だと思って歩くと違うことを考えるけど、ライオンだと思ったらもう目がそういう風になってくるから。っていうなんかちょっとね、ちょっと支離滅裂の話したけど、今動物脈っていうのがすごい気になってるんですよ。これ占い的に俺今どういう状態にいるのかなって。面白い。こんなことばっか考え始めちゃった。だってこの間会った時はそんなこと考えてないんだよ。いやいや、はいはいはい、でも今俺の頭の中もそれでいっぱいで、どうやって動物脈を作っていけばいいんだっていうのを、そう、それこそ今長谷川さん言ってくれたけど真面目に考えてる、これ占い的にどうなんですか。
占い的にどうだ、どうだっていうか、無茶振りもいいと思うね。いかがですかね、この話を聞いて。うん、動物脈っていう、まあ、真面目、占い的にも真面目にも、やっぱり人間との縁があると同じように動物と仲良くした方がいい人っていうのが一部いることは事実なんですよ。で、ちょっと話ずれるけど長くなっちゃって申し訳ないけどね、あのね、お家で犬とか飼ってる方っていうのは、庭で飼っているというやつと、座敷の上にあげるっていうことで、占い的には意味がまるで変わるんですね。いわゆる座敷猫、座敷犬みたいな感じで、同じ床の上で人間と共に生活してるやつは、動物といえども結構人間と同じような役割とか運を持つようになるんですよ。だからその犬とか猫の生年月日によって私の運が良くなる悪くなるみたいなこともあるんです。だけど庭で飼っているという場合はこれはちょっとこうラインが違うというかね、だからあくまでも動物であったり家畜であったりという形であって影響はないんですよ。だから、今回のタイガーの話にあったような動物脈を作るっていうのはですね、今の話だとでも自分が動物の方に降りていく感じの話なんですよ。動物を床の上に上げる話じゃないわけなんですよね。自分が動物の方に近づくような脈じゃないですか。そうでね、そうちょっとね、思って動物を勝手に俺下に見てたなと思った、実は動物の方が上なんじゃないかな、上とか下とかおかしいんだけど、そうそっちの視点もちょっとあるんですよね。なるほどなるほど、それを何かこのタイガーのこれからの生活に何かこううまく使っていくのがあるんですか、お仕事とか。いやそこはね全く考えてない、何の関係もない。でも なんて言っていいかな、例えばだから今テレビは人間が作ってたとするけど、例えばだから動物が作る時代も来るというか、テレビじゃないけどね、きっとそのなんていうか、そうなった時に、例えば、まあ、分かりやすく言いますよ、例えばじゃあプロデューサーに気に入られるっていうのが、ライオンに気に入られるっていう時代が来るような気がする。それは、まあ、なんとなくちょっとね、ちょっと飛びつぎたかもしれない、いや飛び出しもないね、お話に聞こえるとは思いますけど、だから片一方でテクノロジーとかそういうコンピューターが向いて、片一方はまたちょっと真逆ですよね。そういう発想を持つっていうのはすごい大事だよなっていうのはよくわかる、わかるが、でもちょっと今聞けたのは面白かったのは、そのやっぱり、ね、占いによって座敷に上がるとちょっと脈が違ってくるっていうのはすごい、まあそうなんですよ、ね、であと俺がすごく今思ったのは、そのライオンがプロデューサーやる時代まで俺は生きてるのかなっていうのが一番最初心配だったんで、ね、ああもうちょい先っぽいですけどね、っていうかいつその時代が来るんだろうかって、今から準備して、はい、間に合うって逆の意味で間に合うんだろうかっていうのがね、はい、まあそう思いました。いろいろ思ってます。まあまあね、今のねそのなんかね考えからちょっといろいろ聞けたんで面白かったなと思うんですけども、皆様コメントをお待ちしておりますまた遊びに来てください、ぜひお願いいたします。不思議な時間もすいませんはい、ありがとうございました。ありがとう、出会いを